特にはないんですけれども、はい、今後の GDG のイベントということで、はい、あの GDG あの最初に紹介しましたけれど、あの日本全国のチャプターがあります。で、これからですね、あの12月7日に、GDG 岡山、12月8日に、GDG の大阪で、12月の14、15に、GDG の東京、12月の15日に GDG の神戸というところで、まだ、日本国内でもまだ、たくさんのデブフェストを開催されます。なのでもしもあのご都合ついてたまたま東京にいるとか大阪にいるとかっていうことがあれば、あまたちょっと顔の方を出してみてください。そうなんですよね。ただみんな岡山以外はみんな大規模なイベント、岡山神戸以外か、岡山も大都会ですよ。大都会ですよ。すいませんでした。あの大阪とか東京とかはまたあの1000人とか2000人規模のイベントになる予定ですので、またちょっとこことは違った雰囲気になるかと思いますけど、よければ、ご参加いただければと思います。でですね、次回の GDG 新種、GDG クラウド新種のイベントなんですけれども、多分今日から90日内にまた何かに開催します。はい、あのちょっとなんで90日かというと、90日以内にイベントをやって報告しないと GDG の称号を剥奪されるというところがありまして、はい、やります。で、できればちょっと今回あの東北市、北市の方の開催続いたので、できれば中南市の方で、まあ、開催できればいいかなと思ってます。で、まあちょっとやりたいこととかはいろいろ考えていますので、まあ、あのやりたいこととかがあれば、あのまた皆さんあのイベントページの問い合わせとかから、またご意見いただければと思います。とりあえず今ここに来てあるのラズパイと Google のスプレッドシートの API 使って、あの簡単な IoT システムをあのタダで作るっていうちょっと反応部分もあって、やったことあります。やったことある、うん、あのアプリ何使った？普通にあの Googleあ、GIS 使って、Google アップスクリプト使って API を返して、うん、で、あの、ラズパイのと、あの、アマゾンのダッシュボタンにつなげて、うん、API を作って、うん、誰がいるとか誰がいないとかを、うんうん、それとはまたちょっと違った感じかなと思うんですけど、まあ、やることは同じなので、まあ、あの興味ある方は、あのぜひご参加いただければと思います。で、あと、まあ、できれば、まあ、ちょっと同じ内容で、あのちょっと遠くで来られないという方もいらっしゃるかと思うので、あの北と南の方で、まあ、同じことを、まあ、再放送じゃないんですけれど、そんなようなこともできればいいかなというのをちょっと今後考えていきたいなと思ってますので、まあ、あの交互期待という形でよろしくお願いします。はい、あのとりあえず言っとかないとやんないんで、ちょっと自分を追い込むタイプ。で、最後にですね、アンケートのお願いがあります。こちらの方の URL ですね。で、アンケートの方、ありますので、ぜひご回答の方をお願いします。今後のイベント運営とか企画とかを参考にさせていただきたいので、ぜひ、ご回答の方よろしくお願いします。はい、ということで、以上で、今回のデブフェスト in 新種のプログラムの方すべて終了しました。長時間皆様ありがとうございました。コロッキーさん、最後に何か話すの？あ、そうですね、最後に一言ないのに、やだ。じゃあ、みんなが朝からなんかずっとなんか続いてる方がいる、それ素晴らしいって思ってる。そういうイベントは、まあ、海外であんまりないね。ずっと朝から頑張ってみんなの話聞いてちゃんと質問して素晴らしいと思ってます。ありがとうございます。はい、ということで GDG 選手の団体ということで、プロピーさん今回2回目でしたっけ？1年前、そうですよね、アンドロイド進学ね。その前は、その1年前が一番悪くなった、その後で打ち合わせがあって、ああそうだ、その機内になんかネックと誰って話に、多分若い子に教えてくれたんで、それ超面白かった。そのジェネレーションギャップやって、前のなんかコンピューティングのレースが、そして知らないとたくさんそういうイベントも、新種ね、ガジェット系もたくさんあるし、あとね、先ほども見られたと思うんですけど、向こうの3D プリンターとか UV プリンターとかいっぱいあったと思うんですよ。
ちょうど東京からね、新幹線で1時間ぐらい周囲間来れますんで、ちょっと今後もぜひ来ていただけるとっていうふうに。ああ、そうですね。あれGDG って、まあ、G は Google での G なんです、もちろんそうなんですけど、Google の、まあ、プロダクトとか使ってないとできないとかそういうことじゃないので、いろんなテクノロジーがあって、ね、まあ、Google も知ってっていうところなので、なんかね、自分こんなの発表してみたいんだけどちょっと Google じゃないなとか、なんかそういうの あまり気にしなくて、気にされなくて結構なので、ね、さっきもね、なんか単体でじゃなくてもう組み合わせの時代、ネットワークの時代なので、そういうのを気になさらずですね、自分こういうのやりたいっていうのがあれば、ぜひ手を挙げていただければ企画しますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、これでデブフェスト演習の方を終了とさせていただきます。どうも長時間ありがとうございました。